どうもこんにちは、モータージャーナリストの小宮坂です。サムネを見て今ここに来られた方、ホンダシビック新しいいい HEV だって思いましたよね。しかしこれマニュアルでございますよ。なんでやねんって話だと思うんですけれども、今回試乗会場が小淵沢なんですよ。僕ここの道知らないんですよ。まあなので知らない道で新しい車評価すると評価軸ブレるので、知っている車でまずこの同じ道を走ろうかと思います。その上で評価をしようかなというところで、今回はシビックのまずマニュアルを乗り、その後CVT を乗りで EHEV に挑もうかと思います。まあ改めてこういうワインディング走るとマニュアル気持ちいいですけども、そのあたりは別で今まで動画上げてますので、概要欄からそちらを見ていただければと思います。まあというような形で下準備もちゃんとしてますよみたいな、まあそんなような話から始まりましたけれども、じゃあ EHEV 行きたいと思います。山道高速道路、運転支援等も使ってどんどん行きたいと思います。じゃあスタートです。さあ新たに登場した EHEV です。思ったでしょ、ごめんなさい、これね CVT です、なんでやねんっていう話ですよね。乗ってみたらね、改めてですけれどもすっごい乗り味が違うんですよ。でこれがやっぱりシビックのまずベースの魅力じゃないですか。要は同じエンジンでもトランスミッションが変わるだけでこんだけ乗り味が違うって、さっきまで超軽快でクイ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 ワインディング気持ちよくいけるっていう感じだった車が、今 CVT にした途端にすっごい上質な大人なセダンみたいな、そういうフィーリングなんですよ。なんか落ち着いてドシッと乗りたいなっていう、そういうフィーリングに変わったんですね。たった40キロの重量差、さらにはまあトランスミッションが違うから40キロ違うんですけれども、それでこれだけの乗り味の違いって、まずこれを選べるっていうことがシビックの魅力であり、でそこに新たにこの状態 CVT からさらに90キロ重たいのが EHEV なので、その乗り味はというところで、さあ今度こそ本当に EHEV です。どうぞ。さあ行きましょう。 EHEV 乗り換えましたよ。今度こそ正真正銘ですよ。ほらシフトレバーがないでしょ。もうこれ EHEV です。今ちょうどイーコンモードで走ってるので、はい、ノーマルにします。まあイーコンノーマルスポーツインディビデュアル、まああの個別設定ですね。まあそれが4つありますので、で今ねこういう風に乗ってる感触で言うと、やっぱね伊豆のサイクルスポーツセンターで僕この車両まずプロトモデル乗ってるじゃないですか、ナンバー取れる前に。あの時の印象にとっても似ており、最も重厚感っていうのかな、なんかドシッとした感じを得られるのは CVT かもしれない。なんか CVT とマニュアルのなんか中間ぐらいな味付けな感触なんですよ、このハンドリングとか全体的な。で確かに重くなってるんです。確かに重くなってるし、快適なのはって言われると、快適っていう言葉に対して一言で返すと、いや EHEV ですねこれ。なんで快適かって、音が静か、これが一番だと思います。タイヤの音もちょっと静かな感触です。で車全体の音も静かで、それはやっぱエンジンが発電機として今回っており、で今全部モーター駆動じゃないですか。この EHEV のホンダのシステムはうるさいっていうエンジンの使い方を極力しないでいけるんですよ。これ2リッターの直噴エンジンになったじゃないですか。だから僕が持っているオデッセイとかの2リッターのあの EHEV ともエンジン違うんですよ。でそれよりもエンジンそのものが直噴システム、要は1回の燃料噴射っていうか爆発工程に対して4回噴射する直噴システムですけれども、だから超高効率燃焼もできるし、しかもクランクシャフトとかの剛性もアップして、まあもちろんバランサーシャフトとかも使って、でウレタン系の要は振動特性の要は吸音材もちゃんと使ってあげたりして、で音対策バッチリやってるんですよこれ。エンジンはこれ車内で言ってもノイズコントロール、それぞれフロントマイクリアマイクがついており、フロントマイクからの集音、リアマイクからの集音で、それぞれ前後ろ、これで音調整もかけてるんですね。要はノイキャンが入ってるんですよこの車両。だからそういうのを考えるとね、すごい静粛性やってるような感触があって、なんだろうねこれ、快適だけで言ったら CVT とかとは全く別次元っていう、そういう話になっちゃうかな。まあそれはそれでね、当然かもしれない。だって価格50万違いますからね。要は
EX の、要はそれぞれ CVT マニュアルに EX グレードあるじゃないですか。通常が L グレード、LX でしたっけ。その高い方のエグゼクティブの、要は EX グレードが350万円ぐらいなので、それと比べても約50万円アップですよ。まあ、400万円を切ってきたっていうところで拍手ですけれども、まずこの、僕400万円超えてくると思ったので、超えて欲しくないからこそ僕、あえて300万円台で済ましたらすげえっていうのを言ってましたけど、300万円台で済ましてきましたよ。だからこれもう努力だと思います。もう営業部とかの努力でしょうね、これは。でもね、静か静かで、さらに結構警戒感がある。で、まあモーターは300ニュートンオーバーのモーターなので、もう加速力も十分ですし、ハンドリングがいい。で、何よりやっぱね、剛性感がある。こっちの方が、さっきまで乗ってたマニュアルとかCVT よりもちょっと剛性感が高い気がするんですよね、これ。しかもね、重心がすごい低い。あのリアタイヤがどしっと踏ん張ってる感がある。どちらかというと感覚的に言うと、これね、乗り比べてもらったら、うん、分かると思うんですけど、フロントタイヤに対してリアタイヤの方が太いタイヤがついてるような、そういう感触なんですよ。だから後ろの方のズシッと感がすごい。これ後ろのバッテリーを積んだことでの低重心効果、確かね、これ重心効で、マイナス10ミリできてるはずなので、要は1センチ重心効下がってるはずなので、後ろの剛性含めてねじり剛性で 30% アップとか 30% も変わってたっけな、まあそのぐらい変わってるはずなので、その効果が出てると思います。いや、これ重さ90キロアップっていう感覚は全然ない。これね、90キロ重くなってるはずなんですけど、その重さが全然影響してない。だからその重さが影響するものって2つ僕は大きくあると思って、1つはまずアクセル踏んだ時の加速力が鈍くなるよねとかっていう。でもこの場合は 1.5 ターボで最大トルクが250ニュートンぐらいですか。で、それで考えるとこれ315だから65ニュートンアップしてるじゃないですか。で、それで考えるとね、あまりその感じない、その重いっていうのが、加速の鈍さが。むしろレスポンスいいので、アクセル3215で踏んだ時のこのね、なんかレスポンスとかを考えると、トルクが発生するまでのタイムラグを考えると、ターボエンジンよりも力強いし、レスポンスいいし、これ全然いいじゃん。しかもさらにもう一つ重さを感じる要因って、あのハンドル切った時にのそって動く、この切り返しとかの甘さ加減であるとかいうことが効かなくなる感じがあるじゃないですか。これがね、全然ないんですよ、この EHEV。 タイヤの違う効果もあると思います。重心が下がった効果もあると思います。ボディ剛性が高まった効果もあると思います。いやこれオートロでしょうね。オートロ確実にオートロです。まあ、マニュアルが好きな方って、マニュアル操作が好きだっていう方がまあ大勢だと思うので、まあだ、それの代わりはしないですよ、もちろん。でもその CVT と乗り比べた時に、マニュアルの方がなんか警戒感があってシャキシャキ曲がるよとか、そういう観点でもしマニュアルをもし選んでるっていう方は、こっち選んでもね、満足いくと思います。なんだろう、これほんと警戒、やっぱね、後ろの重心が低いっていうのが結構効いてると思う。そういう感触ですよ、これ。相当気持ちよく走れると思います。で、ワインディング走っててもこのパドルシフトも、うん、快適に使えるし、減速率とかも調整できるし、これいいんじゃないですかね。すごくいい感触で、乗り心地もね、これがまた悪くないんですよ。コツコツ感が全然ないんですよ。これもいい感じです。だからこの乗り心地で考えても結構重厚な感じがあって、で、足回りもすごいしっかりと動いてる感触もあって、これはこれでやっぱいいんじゃないですかね、乗り心地含め。いや、でも乗り心地もいいな。乗り心地は CVT よりも、 CVT の乗り心地って簡単な、ちょっと荒れたとこ行くとプルプル感が出るんですよ。で、そのプルプル感はタイヤのプルプルもあるんですけど、ボディとかも若干プルついてる感触なんですね。後ろ回りもうちょっとだけ締め上げてくれたらとか、まさにね、その姿がここにあるみたいな、
で、実はそのプルプルだけで言った時にマニュアルの方がプルプル少ないんですよ。シャーシ負担が少ないからか、シャーシのその振動も少なくて、で、だからまあそのスッキリとした乗り味っていう意味ではマニュアルも本当魅力的なんですけれども、今度マニュアルの場合って軽くて跳ね上げられちゃう時があって、それがちょっと気になる要素ではあったんですけど、それがね全部ないんですよ。プルプルもないし跳ね上げられちゃうこともないし、どしっと落ち着いて振動特性もよくみたいな、ほんとそういった意味ではとってもいい感じに走ってくれます。じゃあちょっと今度下りセクション行ってみましょう。さあ下りセクション行きましょう。いやーこれねやっぱ気持ちいいっすよ。いやーこれはそういうことを悩ましいっすね。これ高いなりの効果が出ちゃってます、明確に。だからゆとりがある方はいい HV っすね。最近ホンダの中でいい HV の仕上がりすごいどんどん良くなってきてて、でそのパワトレだけでももともといい HV って結構理にかなった僕は形をしてると思ってて、要は E パワーの高速領域がちょっと不得意なところを直結クラッチ、エンジン直結クラッチを持ってるっていうやり方じゃないですか、このいい HV のやり方って。パワトレはものすごく完成してて、でこの車両はそれを次世代型に向けてもうとことん全力までやってっていうところで、じゃあ何をやったんだって、まずエンジン強化しました、エンジンそのものを静かにしました、でバッテリーも強化しました。バッテリーだけでもエネルギー密度でいうと 40% ぐらいアップしてるはずなんですよ。でそれに伴ってモーターもガンガン使いこなせるようになったから、モーターも 300N 超えてきました。でそれができてくると何かっていうと、今までみたいに電力足んないから今発電機一生懸命回ってくれよの、これをやらずにモーターだけでグイ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 いけるようになったんですよ。でバッテリーもそれだけ SOC を追い込んで使うことが、 SOC って同じバッテリー容量でも高性能になればなるほど傷みにくくなるようなイメージを持ってもらうといいんですけれども、 SOC ってステートオブチャージって、そのバッテリー 100% のうち何パーセントくらいを使っても劣化しないですかっていう、ここが大事で、その SOC をたくさん使えるようになったんですね、この進化って。だからバッテリー追い込めるんですよ、今まで以上に。同じモーターでもとことん使えるようにもなるしっていう、そういう兼ね合いで考えた時に、エンジンをブンブンうならせなくてもかなり走れるようになっちゃったっていうのが、でその効果が高速道路は分かりやすく出てると思います。あの今上り坂でもね、考えてみたら、だからあんだけ静かだったっていう、ちょっと前に遅い車がいたのでちょっと分かりづらかったですけど、ああいう車は別にちょっとウインカー出して譲ってくれるだけで自分も走りやすくなるし、僕も走りやすいしって、僕結構煽られても、今日もいろいろ他の CVT とか乗って確認中って、速い車来たらすぐウインカー出して、ああいうの全部寄って先行ってもらっちゃうんで、そうやったらいいのにと思うんですけどね。で全然話が関係ないですけど、だから本当車は基本譲った方がね幸せですよ。うん、あの別にもちろん、うん、譲らないでいい時もたくさんありますけれども、自分がマイペースで走りたいと思ってて、後ろからもし速い車とか来て追いつかれるっていう現状、確実に自分が走りたいなって思うペースよりも後ろから来てる方が絶対的に速いので、速い車が来たんだったらもう譲っちゃった方が全ての方が幸せなんですよ。でしかも危険も伴わないので、譲らないっていうことは、それだけ譲らないで相手のペースに合わせて走る時点で、あの危険度が高まるので、要は事故率は必ず上がるので、絶対的に譲っちゃった方がいいと思うんですけどね。本当だから、なんかその譲らないのを、いや法定速度でちゃんと俺走ってんだから譲る必要ねえだろうとか、そんなのどうでもよくて、追いつかれてる時点で譲ればっていうね、シンプルなんですよ。まあその方がなんか僕は幸せな人が増えると思ってるたちでございます。いやしかしこれ幸せな人増えますよ、このシビック、このいい HV の追加、価格もしかも400万円いかなかった。それでいてこれタイヤも専用で仕立ててきたので、追い込んで使ってもへこたれないので、これいいと思います。本当、いや、ゆとりがあったら、余裕があったら、シビック買うときに、うん、一択。いや、すっごいね、こういうの僕はっきり言う方じゃないですか。はっきり言うので言うと、恐れずに言いますよ。
基軸はこれで持っていいです。シビックで欲しいって言ったら、まずこの EHEV を基軸に考えてください。約400万。まあ、正確には390数万円の基軸。ここをベースにして考えたときに、いや、この感じハンドリングとか俺好きだよって。で、もうちょっとだけ警戒感が欲しいし、あとマニュアル好きだよって言ったらマニュアル行ってください。しかも安くなります、みたいな。で、もうちょっとだけそのここまで静かで上質じゃなくてもいいから、まあもうちょっと安いのがいいんだよっていう価格ベースで考えると、結構 CVT かな。ちょっと言いづらいのは単純な話で、価格ベースで考えると CVT かなって今なっちゃってるこの現状なんですよ。まあこれ現実的にあるじゃないですか。価格出せば出すほど車って良くなる傾向ではあるじゃないですか。だからCVT を、俺すげえ好きだよこの CVT シビックのって思ってる方が、そのまんま50万円出したら、同じ好みのベクトル上にいいシビックが出てきちゃった感触なんですよ。お金にゆとりがあるならこっち買った方が絶対幸せだと思います。でもそのなんでしょう、いやそこまで俺車にお金かけたくないよとか、いやでも乗り味的にはこういう系好きなんだよって言ったら、もう CVT言ってくださいみたいな。だからそういう兼ね合いで、うん、思ってもらうといいんじゃないのかなっていう。すっごいシンプルに CVT の延長線上に来たな、これほんと来た。あー、だから僕一番最初言ってた通りになってるかもしんない。今回のシビックって要は CVT とマニュアル2つもともとあったじゃないですか。 1.5 ターボで、これで結構乗り味が違っており、おそらくですけどもそれぞれの延長線上にあるのが、例えば CVT を乗って、あのわすげえじゃんで気に入った方、その延長線上でもうちょっとお金出すと多分いい HEV が出てきますよって、ハイブリッドが今後追加されますよ、それがオートロですよみたいな、そこまではっきり言ってたかどうか記憶に定かではないですけど、でも延長線上にあのハイブリッド出ますよっていうのを僕言っており、でマニュアルすげえ好きだよって、この感じ好きだよっていう方はちょっと待つとタイプ R っていう究極の車がこっちのベクトルで出ますよっていう。だから今回のシビックって2つのベクトルで攻めてますよっていうのを、一番最初に僕動画でも結構テストコースであれば乗った時の動画かな、言っておりますけれども、それを改めて思い出した。だから CVT の本当50万円さらに、自由に使ってくださいって言って CVT の方向性で、要はベクトルで仕上げたら、まさにこれがありますっていう、その姿がここにありますよ。でその時に静かさ上質さは研ぎ澄まされ、さらにシビックらしいハンドリングまでもちゃんと備わってきておりっていう、ほんと贅沢な車になってきております。いや、これから高速道路行きますけど、高速道路はちょっと運転支援も使いながらのおまけ動画でちょっと示しても、うわ乗り心地もいいじゃん、今のデコボコロ振動特性もいいじゃん。ほんとボディ剛性がねすごい上がってるんですよ。ボディ剛性のことあんまり言ってなかったんですけれども、あのプレゼンテーションでもこれね、でもボディが全然別物なんですよ。いや、これすごいと思うな、このボディの変化も。うん、だからそれによってね、超高級車の世界に入ってきちゃったシビックが。シビックが高級車だから、そうなんだな、この EHEV 高級車の乗り味に入ってるんですよ。もうすでにシビックっていうもののもうねカテゴリーを超えちゃってるな、完全。そういう高級車の乗り味が入っている中で、結構ハンドリングいいよみたいな、うん、そういう世界だって思ってもらうと分かりやすいかな。もうシビックじゃないな、これ脱シビック来ちゃったような、うん、そういう高級感のある質感の高い乗り味を備えてきたって思ってもらうといいかと思います。さあ、じゃあ最後 E からスコアつけていきましょう。ドゥル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 ドゥンドゥドゥン。いや、これ難しい。70でも価格400万か。まあでもそのぐらいするよ、この乗り味は十分価値あるよ。だってめっちゃ乗り味いいじゃん。76点理解してください。え、77とかじゃなくていいの？80とかじゃなくていいの？80上げるには全員に対しておすすめ価格ではない。もっともっとコスパが良くないと80は出ない。これで例えば375万円とかだったら80点が出るかもしれないとか、そういう感じ。あとデザインとかで EHEV のもうちょっとその見た目的なものの差別化がしっかりと図られていたら、うん、
プラス得点になると思います。で、あとデザイン的に後ろ回りもうちょっとセダンでも良かったんじゃないとか、ちょっと個性的なやっぱ見た目をしているので、だからそのあたりとかを踏まえてちょっとマイナスが積み重なっていくと、やっぱね、77は難しいね。76点とさせてください。でも乗り足的にはその、うわ乗り心地いいもん。これ今度比較動画なんか持ってきて、僕が走り慣れた都心部とかでちょっと改めてこれは乗りたいとは思います。あとブレーキタイとかも本当いいので、あのハイブリッドではありますけど、そういったあたりも加味して結構な高得点だと思います。これ乗ってもらったらわかります、僕がなんで高得点出してるんだっていうあたりの答えはこれ乗り味にあるので、これ少しでも多くの人に乗ってもらいたいな。僕がだから70点オーバー、75点オーバーしてくる車とかなんて多分乗ったら、あ、やっぱすげえいいじゃんってなると思いますよ。そういう乗り味を持ってないと75はなかなか超えないですよ。ということで今回も最後までご視聴ありがとうございました。さあ、おまけ動画、高速道路になりますので時間ある方はぜひとも見てください。あ、ちょっと荒れたところ、そっか、この路面今までなかったね。うわー難しい。だからこれね、知ってる道でほんと試乗したいんだよ。普段はだったらある道が出てきました、今最後の最後で。ちょっと街中っぽいですもんね、ここ。少しコツコツ。シートがいいから、このコツコツが不快には全然思わないです。これでマイナス1点をする、マイナス1点をする。まあ、このコツコツは出るとは思ってなかったですね、僕は。だから、やっぱ75。75とさせてください。すいません。75点です。ちょっとコツコツ感があります。荒れた路面で、ちょっとコツコツ感があるので、まあ、それを加味させてください。ということで、今回も最後までご視聴ありがとうございました。じゃあ、おまけ動画、このまま高速道路になりますので、よろしくお願いいたします。ではでは、失礼いたします。イカレフォー。さあ、高速道路行っちゃいましょう。スポーツモード、お、レスポンスいい。うわ、すっげえじゃん。やっぱテストコースで走った通りだ。タイヤがいいわ、めっちゃタイヤがいい。ちょっと追い込むとやっぱタイヤがすごい、これ。だからやっぱあのスポーツ性もあって、この乗り心地って、いや、僕点数つけちゃったけど、75とかに最後下げなきゃよかったな。このスポーツ性とかはすげえわ、やっぱ。タイヤがすごい、これ。ほんと機能してる、タイヤが。おー、高速道路来たらこんなに乗り心地が良くなるんだ、逆に。さっきの街中とかで感じたコツコツ感に対して、この高速道路のしっとり系、これタイヤの効果もすっごいあるんですけど、この両立、プラマイゼロですよ。お、これはね、すごい。だから、普段のもう走り慣れた道で、なんでこっちで試乗会やるのか。関東圏、東京でいいじゃないですか、試乗会。いや、これ、オートロですよ。うん。さあ、運転支援も使っていきましょう。こういったところで、ちょっとアクセルを踏んだ時に、今までだったら、これ加速してるんですよ。十分加速してるんですよ。さっき僕が踏み出してから20キロ分ぐらい加速したんですよ。はいはい、ハンドル。で、でも、その20キロ分加速したとき、高速道路でこの20キロ加速したときに、要はエンジンが全然うなってないんですよ。これが今回の新しいエンジンを使った EHV の凄さですね。いやー、快適快適。すっごい静かだし、とっても快適。スポーツモードをやめてノーマル。ハンドル支援も、今カーブここちょっと、あー、でも剛性が高いからハンドルほんとじわっと切れていく。まあハンドルの切り出すタイミングも悪くないですね。すっごい緩みがないんですよ、ハンドルに。だからね、すっごい手前からほんと分かんないぐらいじわって切り出す。今も左カーブあります。もう切り戻され、こっから左に切れてってます。もう左に切れてってる、切れてってる。これだけ丁寧にハンドル切れるドライバーはそうそういないと思います。これ下手するとね、僕よりもハンドル丁寧に切ってるかもしんない。右カーブ、ほら、ハンドル切れてってる、切れてってる、切れてってる。
これかなりハンドル丁寧ですね。ボディ剛性が高いし、タイヤがしっかりとレスポンスいいから、こういうこれだけできるんですね。いや遊び少ないですもん。ちょっとキャンセル、これちょっと僕自分でやってみましょうか。セルフドライブ、さっきのと映像を思い出してもらうと分かりますけど、さあ左カーブあります。さあ自分で運転します。僕だったらこっからハンドル切っていく。あーでも僕の方がまだ、まあ、ハンドルの切り方は上手いかな。でもほとんど変わんないですね。でも僕の方が切ってるか切ってないか分かんないぐらいで、結構ここをアクセルも僕は強調させながらハンドル操作をやっていくタイプなので、さっきのこの運転支援って何かっていうと、アクセル回路そのまま一定でハンドルだけでじわーって曲がるために、あれ丁寧に操作したんですよね。今僕の方が打角が少なかったのは、車となんでこんな競い合ってんだろう、まあ、だそのぐらい丁寧なんですけど、僕がハンドル高くが少ないのは単純な話で、ハンドル切ると同時にアクセルちょっとオフにしてって前荷重ちょっと入れてるんですよ。その分ダウンの効きがいいので、だから僕はハンドルってすごい操作量少ない方なんですけど、そういうのをもし今後やりだしたらもうね、人間かなわないですよ運転で、っていうぐらい滑らか滑らか。さあ最後もう一回だけ、はい、ノーマルモードで3、2、1、GO。 レスポンス良くなりましたね。めっちゃいいですよ。最初にもう踏んだ瞬間モーターだけでグンと来てくれます。その後エンジンもすぐ来る。スポーツモードで3、2、1、GO。 ドンって、いやーいいんじゃないですか。うん、レスポンスは良くなったし、本当そういった意味ではね、今回のなんだろう、まあ今まであった、まあ、このいい HEV なんですけど、それらの不満点であるとか、こうしたいよね、ああしたいよねってホンダの方々が思ってたところが全部つぎ込めたような、だ次世代型のいい HEV、 最新型セカンドジェネレーションのいい HEV って思ってもらった方がいいのかな。そういう感触ですね。これ乗った後、自分のオデッセイのいい HEV 乗るとちょっと感じるんだろうな。あ、なんでこうなのみたいな。うお、ちょっと待って、スポーツモードどえらいレスポンスがいい。ほら超レスポンスいい、超力強い。いやー、やっぱ今回すごいわ。この車すごいと思います。乗り心地の良さ、加速力の良さ、静かさ、運転支援の完成度、でさらにはスポーティーに追い込んだ時の、自由自在感、いやーかなりの大トラに仕上がっております。注目して損はないかと思います。おすすめ車です。ではでは失礼いたします。